はいどうも、ジュウです。スーパーマリオブラザーズワンダーパート50やっていきましょう。さあ今回はいよいよ最終回ということで、真の最後のチャレンジやっていきたいと思います。さあということで今回挑戦するのは、ウルトラチャンピオンシップマッチョンパレードのチビ状態ノーミスクリアでございます。果たしてクリアできるのか、頑張っていきましょう。よし。じゃあ行きましょうか。もちろん中間も縛りです。中間も取ってはいけないので、まあなんとか頑張っていきましょう。まあ中間取るとでかくなっちゃうんでね。ちなみにここガチの情報なんですけど、これあれだよ、前回の収録から何一つで練習なんてしてないので、もうここでもう一発でクリアしちゃいましょう。これははい、もう一発でもうクリアしてしまうところをね、もう皆さんにお届けしたいと思います。まあ、前回の収録といってもこれパート48のことなんで、はい、パート49のことではございません。まあ画像の写真とか見ればわかると思うんですが、はい、なんとか頑張っていくよ。ちなみにこの動画の収録日と投稿日は実は今日12月26日なんですよね。12月26日は今日チャンネル2周年の記念日なんですよ。なのでもう今回はもう余裕でクリアしてしまうところね。はい、それは関係ないか。まあここでね、もうチャンネルを2周年をきっかけにもうここをやってしまおうという感じでございます。はい。でこう来て、危ないよ、ここで中間をかわす。中間をかわすのも適宜で一つ。まあ、万が一取ってしまったとしても、これわざと落ちればいいんで。はい、これはミスのうちには入れないと死にます。はい。で、ここら辺も、まあ、ここはスピンを多用すればいけるので。はい。不安がある人はスピンをしてください。はい。で、ここでヒップドロップ。やっぱ別にヒップドロップしなくていいけど。で、今度はここよ。はい。こう来て、はーい。オッケー。いいよ。で、こう来て、はーい。よーし、オッケー。オッケー、いいよ。はい。で、ジャンプ。いいよ。こう来て、こう来てと。ラストスイカパックをこうやって踏みつけていく。踏みつけてはないか。スイカの種を踏んづける。ちょっと間違えてしまったね。はい、次。バーネ。バーネむずいんだよね。まあ皆さんも結構難しい人多いんじゃないでしょうか。俺もその一つの一人ですからね。危ない、今。当たったかと思った。オッケー。ナイス。待て、ここは冷静に行こう。冷静に行くのが大事です、ここは。勢いのつけすぎに注意です。じゃないとこれミスるから。次のファイヤーバーに当たっちゃうことなんてありますからね。はい、オッケー、ナイスー。よし。うまいよ。で、こうやって、ジャンプ、危ねえ。よーし。もうここも冷静に。冷静に行くのが大事。こう、こう、こう。オッケー、ナイスー。こういうこと。もうここはもう、ヒヤヒヤしてもいいんで。はい、次はジェットラン。まあ、ジェットランは余裕よ。ジェットランはもう余裕。で、ここで、あー、いい。いい。ダン。こういうこと。こういうことだよ、マジ。鼻のタイミングでジャンプするわ。スピンをするのも忘れずに。はい、今度はフロートスピン。フロートスピン余裕な人はまあ結構いると思いますが、でこう来て、でもフロートスピンあんま使ってないんだよな。はい、こう来てワンツー、オッケー、ナイス。はい、今度はツルショット。ツルショット、まあ、あそこ以外はいける。だよね。はい。こう来て、ああ、いい。よーし。
はい。はい。こう来て。大丈夫かなこれ。ここ。OK。この微妙な2マス、3マスのところ。本当にこれ。そこのせいでミスったことだってあったからね、これ。はい。こう来て。はーい。よし、OK。で、ここも。いけ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 。危ない。よし、OK。ナイスだよ。はい、ラスト、透明。透明がめちゃくちゃ難しい。はい。ちなみにこれ、X ボタンを押せば、これ、わかるんだよな、位置が。で、こう来て、危ないね。もう着地点、もう、バウンドしたところでもうちゃんと見ようぜ。OK。で、ここは一旦待つ。ここもちゃんと冷静になるのが大事。いきます。こう。こう。こう。はい。オッケー。いってる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 よ。いけ。ナイス。素晴らしい。はい。じゃあ、これにしとこう。よーし。ということで、じゃあ、ラスト。いくぞ。こう。オッケー。こういうこと。ねえ、言ったでしょ？俺が余裕なんだって。はい。まさに、俺はね、もうマリオワンダーを結構愛してます。はい。ちゃんと12月26日収録行ったでしょ？ちゃんとチャンネル2周年の日なんだって。はい。そういうことです。はい。ということで、チビ状態でノーミス、クリアすることができました。まあ一応これで、まあ別にするかしないか、まあ皆さんの判断に任せるんですが、まあ一応これでワールド1位、ああ、間違えた。ワールド2位、ワールド3、ワールド4、ワールド5、ワールド6、そしてフラワーショットスペシャルワールド。まあこういうことなんだよね。これすべてチェックマークがついていれば、これいけるんで。はい。なんとか。行きましたね。これでもう一応完全クリアではあります。まあ、ちょっと前のことだけどね。じゃあ、せっかくなんでもうちょっと確認していきましょうか。はい。キャラクターは12体います。で、コースはまあさっき見ましたね。で、バッチ。バッチが全部で24種類ある。24種類合ってるね。で、ラストもらえるのが花形交換バッチ。まあ、順番に見ていく。帽子パラシュート。壁登りジャンプ、ドルフィンキック、フワットジャンプ、しゃがみ大ジャンプ、ツーステップジャンプ、スピードアップ、ツルショット、フロートスピン、ご褒美コイン、自動スーパーキノコ、ハテナびっくりブロック出現、復帰ジャンプ、リズムジャンプ、ダウジング、コイン吸い込み、いつでもゾウ、いつでもファイヤー、いつでも泡、いつでもドリル、ジェットラン、バネ、透明、鼻歌効果音。これで24種ですね。そして、パネルも、はい、全部コンプしています。マリオ、ルイージ、ピーチ、デイジー、黄色キノピオ、青キノピオ、キノピコ、ヨッシー、赤ヨッシー、黄色ヨッシー、ビズルヨッシー、トッテン。これで 12×12 で144種類あります。まあ、これは少し前にやりましたね。OK。こういうことなんですよ。そして、ハートポイント1500。まあ、これはオンラインだったりもしたし、あとはフレンドレースもやりましたね。ということで、これでもう本当に全ての要素を遊び尽くしたんじゃないでしょうか。じゃあせっかくだからタイトルに戻る？ここで。タイトルに戻ると、はい。一応これで完全クリアすると、チェックマークが、ファイルにチェックマークがつくようになります。まあ、あとちょっと前には、100連ガチャやりましたね。まあ、それもやったんですが、はい。ざっと見て、こんな感じでしたね。いやー、面白かった。ということで、スーパーマリオブラザーズワンダー、今回で最終回です。いやー、2D マリオ、最新作としては、もう結構、11年ぶりの新作として、もうこれはもう、11年待って良かったとしか思ってないからね、これ。ぜひ皆さん買ってください。買って、そこのところはね、
もうぜひ自分の目で確かめてください。ぜひね、もうこれ実感があるんで、もう皆さんこれ子供から大人まで遊ぶのおすすめですよ。ということで、じゃあ最後はこの画面を向けて今回は締めましょう。ということで、まあ他にもいろんなマリオゲームたくさんやっているので、ぜひ再生リストから見てみてください。ということで、チャンネル登録、高評価されたツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。